こんにちは。どうも、僕監督と申します。本日もウイニングイレブン2018マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。はい、今週ですね、やるべきことというか、やっておいた方がいいこと、2つほどね、ありますので、そちらの方をご紹介していきたいと思います。まずですね、マイクラブチャレンジカップ。こちらの VS クモチャレンジカップですね。毎日ね、開催されてるんですけれども、1日1回。制覇すると、クリア報酬としてスペシャルトレーニングコーチカード ×5 枚を、獲得できます。ちなみにこのスペシャルトレーニングコーチカードは、2000経験値が2000もらえるコーチ ×5 ですね。なので、総額1万の経験値がもらえるということですね。で、今日から始めたとしても土日月火水、木曜日、最後の木曜日はね、ないみたいなんですけれども、まだね、5万経験値は5万ね、全部でもらえますんで、確実にね、1日1回、試合制覇自体はね、すごい簡単です。コンピューターのレベルもスタンダードやったかな、昨日金曜日やった限りではスタンダードなんで、確実にここはね、毎日5個取っていって、選手の育成をね、していきたいなと思います。はい。そちらがまず1点。そしてもう一つですね、もう一つはペスリーグに参加することですね。はい。参加しない方もいるかもしれないんですけれどもね、ペスリーグ、こちらですね、マイクラブペスリーグに参加して、こちらの大会なんですけれども、獲得可能な大会出場権、これをね、取っておくべきだと思います。はい、連続する5試合で獲得した勝ち点が10以上。なので、3勝1分け以上ですね。かなりちょっと厳しかったりもするんですけれどもね。それだけの、見合うスカウトの、スカウトのね、おそらくスピードスターズの、指定選手の、スカウトがもらえます。はい、それをね、獲得して、スカウトの組み合わせによってはね、ネイマールだとか、クロドマやったらネイマールとかね、アグエロとか、その辺がね、ひょっとしたら獲得できるかもしれないんでね、無課金でやる以上ね、それは結構かなり大事なことやなと思います。はい、なので、これね、決勝に残って、終結勝、僕は参加できるかどうかわからないんですけれどもね、この2月3日から5日の間、ちょっと厳しいかもしれないんですけれども、とりあえず出場権だけは手に入れて、一応ね、やっぱりね、その指定選手の、スカウト絶対欲しいんでね、取れたらいいなと思うんですけれどもね、はい、シーズン2ウィークリーファイナル、これにね、参加すること、以上2点ですね、はい、確実に取っていきたいなと思います。コンペティション報酬。ちなみに1万5000 GP がもらえますね、参加するだけでいいんかなこれやと思うんですけれどもね、はい、コンペティション報酬やから、参加するだけのはずですけどね、いつもそうなんでね、はい、ということで、以上2つフェスリーグに参加すること、そしてコムチャレの、カップを毎日参加すること、できないときはもう仕方がないですけれどもね、はい、以上2つはね、確実に取っておきたいというのが今週の目標ですね。はい、ということで、今日はマイクラブ試合の方やっていきたいと思います。はい、それではね、対戦相手の方が決まりましたのでやっていきたいと思います。大韓民国、さあ、結構やっぱり今日も絶好調多いですね。まずはちょっとレートから見ていきますか。ヘローワールド。レート648のことですね。いますか。やはりグリーズマンとかも絶好調なんかな。結構やっぱ調子選手たくさんいますね、相手も。頑張っていきます。どうする、あ、エリゼル調子悪いな。あ、でもカルバハルもあるわ。どうしよう、マスケラーノ使ってみっか、ここに。どうしようかな。ちょっとありやんな、これ。3センターバック。行こうか。OK。デズス調子ええな。でも使われへんな。これで行こうか、でも。よし。では行きましょう。プレイ分析データ。特に、ゲーゲンか。ゲーゲン使ってくるみたいですね。ちょっと早いパス回しで、できるだけね、ディフェンスラインでボール取られないようにね、したいなと思います。スタミナの消費がね、結構大きいんでね、ゲーゲンつけてるんで、相手ね。はい、ということでやっていきましょう。それではいきます。皆さんこんばんは。はい、こんばんは。それではやっていきたいと思います。ポッカーとゲームチャンネル、バーサス大韓民国。何が大韓民国なんかなって感じで、北沢さん、行こう。さあ、いきます。北沢さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ゲーゲンね、行ってきてるでしょうね、これ。見ていきましょう。
さあ的を絞らせない。サンテルマン体操、ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。的を絞らせ、危な、取られた。さあすぐに奪い返したい。リズマンがどうくる、おっとそうきたか。お、なんだこれ、嘘、ありかそれ。うわー、最悪や、いきなり失点した。はえ、失点すんの早い。ちょっと丁寧に調理しました。よし、まさに、この辺からでもあんまりゲーゲンってこうやのかな。冷静にこういった判断ができるのは素晴らしいことだと思いますけどね。 OK、 1個打ってみよう。よしよしよし、ナイスナイス。まあね、まずはね、ファーストシュート打ってみました。ギリギリですよ、もう1個でしょ。強く行こう、強く。ティップを送るとは。あかん、ここ強いな。よいしょ、危ねえ。よし、ボールを奪い返そうとしてくると思ったけど、よし、いいね。的を絞らしてないよ、絞らしてない。ルイス・スアレス、よし、どうしよう。一旦ここやね、ラキティッチ、打っていく、積極的。これはよく止めました。え、なんかボーテンめっちゃでかいな。でかい気がするだけか。来たか、ボーテン。うんと、どうなってる。よいしょ、入った。やったね。押し込んだ。まあ、オンゴールでもゴールはゴールよ。これはキーパーちょっと不安持ちです。どうしたんでしょうかね。これは。取れる。よし、取った。今のゴールというか、いかがでしょう。そうですね。とボアテンあんま上がってきてほしくないな。落ち込んでる場合じゃないですよね。さあベイル、ベイル。さあパリサンジェルマン、あ、ないな。おっしゃ。まあこれで同点ですからね。はい。なんかちょっとね、真正面から突いた。そうですね。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね。シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。なんだそれ。よし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 。マイボです。マイボです。そんな早いそうにないな。マイボです。早いそうにない。危ない危ない危ない。セルジロベルト、よし、待てよ。いや、ベイル、ベイル、いいね。スルパス、よう、無理。よしよし、ここで追い詰める。インターセプトが得意ですね。取れそうだけど、ね、ダメか。取れた、取れたよ。取れたけど、なんで相手にパスしてんの。危ない。よし、マスケラ、いいね。いいよ。さあどうする。ちょっとベイルに活躍させてあげたいけどな。サイドなので、サイド。さあ行こうか。どうする、どうする。中に切り込むと思っているのか。切り込むぞ、切り込むぞ。切り込んでいるぞ。ゆっくり切り込んでいるぞ。取られたぞ。なんだそれ。カウンターを仕掛けます。取れる。ああ。スペースへ走らせる。あ、まず。サイドのスペースを使います。よしよしよし。ね、スペース。お、なんだその。取ろう、取ろう、ここは。うわー、まず。よいしょ。あっと、まだ。正面だ。危ない危ない。取れる。うん。よし、キーパー。どんなルーンが調子悪くなり好きやからな。でもミラン負けてないのにな。なんかミスでもしたのかな。セルジロベルト、あ、ミスった、ミスったけど結果オーライ。前半31分です。一旦シュートレンチです。この位置で打てる。よっしゃ、ラクティッチ、ナイス。よし、ついに逆転。いいぞ、この調子でね、点をね、得点を重ねていきましょう。いいよ。あ、ダメだ。よし、微妙だ。おっしゃ、取った。いいぞ、カウンター発動、発動、発動している、発動している、カウンターが発動している。そしてベイル、カウンターの申し子ベイル。なるほど、ほら、なんだそら。戻れ戻れ戻れ、全員で戻れ。でいっ、じゃあおいしょ、やばい。ボックスボックス、縦横無尽、またの名を縦横無尽。ペリシッチ、ペリシッチ、顔が、顔がちょっとあれ。ボールはラキティッチへ。ああ、今回の会社で出んのになったりして、なんか遊ばれてる、遊ばれてるぞ。あるいは大人に遊ばれてる。
悪いかどうかわからんけど、しかも落ちなかどうかわからん。オッケー、いいぞ、いいねそれ。でもちょっと追いつけるかな、追いつく、気合で、気合、気合、気合十分。ベイル、いいぞ、もういい。ボールがなくなった、足元からボールがなくなった。さあボール取る、ボール、やばい。子供の頃よく遊んだゲームで、なんかゲームというかボードゲームでね、泥棒と警察官に分かれてやる、あのボードゲームって何やったっけなんか家みたいなパカッと開けて、そこになんか泥棒が隠れられるみたいな、もうその話で終わるわ。はい、ということで前半終了2対1、後半もねこの調子でやっていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、それではね後半戦のやっていきたいと思います。では後半見ていきましょう。よいしょ。もうね外は雪景色ですよ。そうです、ごめんなさい、大阪雪降ってないです。あ、降ってるけど積もってないめっちゃ嘘やった。なんか微妙になんか積もってたりするんだけどな、どの辺やったかな、道路のね真ん中、あれなんていうやったっけ、なんとか台、なんとか台っていうところパースをつなげます。取れるぞこれ。あーっとデンベレ、いいよ、このボールを上げてる。よし、素晴らしいパス、いいよ、まあそんな感じ。いやー、よしよし大丈夫。パリサンジェルマン媒介します。さあバカ横からちょっと一旦アセンシオでこう、いいよ、チャンスを演出できるか、あかん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 。まあ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 、でもねいい感じに攻めてるんじゃないでしょうか。まあ守備もそんなにね危険な場面が失点以降ないから、次にねうちのペースになるでしょう。もううちのペースかもしれない。あ、ケータバルで俺で相手、いいねあれ、うわいいな、ケータバルで、あかん、ケイター、ケイター待ってくれ、ケイター、ケイター、さっきからなんか嫌な感じや、ケイター危ないよ、やべ、これ仕掛けるか、うおっ、おい、ナイス、あ、よっしゃ来た、ベイル、バカなはベイル、ちょっと近い、そこでパスするな、アルコサ選手よ、近すぎた、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。さあベイル、ここ来たな、ベイル、いけ、よっしゃ、うまい、ベイル使いやすいここに来て使いやすい、絶好調だから、ゴールになりました、よし、見事なドリブルでした。シュート前に勝負ありでしたね。ここ変えたいんで、デンベレとかシュート入れとくか。行き当たりばったりな選手交代になっちゃったけど。非常に有効な攻撃だったんじゃないでしょうかね。さあ、でまあかなりね大阪もね寒いんですけど、そんなにも雪自体はね降ってないんですよね。パラパラパラと降ってくることはあっても、積もったと言っても。そのなんやろな、そんな積もってはないんだ。パリサンジェルマンとしては、まあプランなんか若干雪に覆われてるかな。おっと危ない。なんだな。冷静ね。先ほどから見ていて前線の選手が北澤さん、あまり守備に戻ってきていないですよね。おいしょ。まあおそらく監督の指示でしょうね。さあベイルに出したかったな。でもシュルレ来ました。途中交代シュルレ。途中交代。ちょっとうん、マスケラーノ。バルセロナの対談マスケラーノ、はい、行こう。さあどこに出してくる、さらに戻す、そしてルイス、ルイス、ルイスじゃルイス、ルイスで、まあいる位置が良かったんでしょうけども、気迫を感じましたね。パス一本で裏という選択肢、ケータバルで早いから気をつけろ。しっかり見ている、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 オッケー、取った、ちょっとなんでやねん、抜ければチャンス、ファイト一発、いい、やばい、これちょっとこうなゴールキック、ゴールキック、あの審判の腕の向きはゴールキック、いやもうちょいいけるわ、ね、ちょっと冷やかしみたいに、ね、入っちゃったけどゲームプランに、冷やかしやめといてや、ほんま、おっしゃ、あ、取れる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 、よし、いいよ、何やそのパス、ゆっくりすぎるやろ、おいしょ、マジか、もう1点欲しいな、もう1点取ったらもうだいぶ決まりでしょ、72分で3点差、危ないそれ、ホセ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 君、ちょっとルーズになる、OK、ナイス、スイス、
から長いボール縦へ。さあシュートから、よっしゃベイルへ。いやあかん、疲れてる、真っ赤かなってる。さあボールはベイルへ。いいですね、キックフェイント、キックフェイント、あ待って、キックフェイントからパスが出た勝手にクロスがあった。右サイドへ振って、何が言いたいかというと、結構ね手がねかじかむんですよね、マジで。パス直してもだから、さあ左へ預けて、油断した、途中でなんか、途中でとか先週ぐらいあったかかったから油断してしまったんですよね当たってしまったからないんですよ、この選手。ラキティッチ、まさかルーズになる。さあどうする、まさか今年一番みたいなサブサンになるとはね。あ、惜しい、なんでだろう。いいシュートでしたね。決まってればもうゲームは決まってますよね。ちょっと目測が甘かったです、ね、あ、ちょっと選手変えたいね、サインさん使いたいのよ。わ、全力、いけ、カルバハル。3対1で勝つよりも3対2で勝つ方がなんか、ね、いい試合やったっていう感じしません？そんな、そんな、あっ、ちょっと、でも点は取らせない。ウィス・スワーレス。オッケー、ナイス・スワーレス。どう思うな感じがいいよね。抜けてくる。さあ、カットイン。ちょっとなんか止まった。勝手に止まった。中横。よし、こっち。ラキティッチ。シュート！あかん。全然威力ない。いやー、ファインセーブでしたね。いやー、よく飛んだね。ファインプレーですよね。よっしゃ。判定。サンジェルマン、チャンスを迎えた。待てよ。よっしゃ。ベイ。ロングフィール。ナイスパス。からの。事故を起こす。あかん。コーナーキック。選手かよか。もう選手かよ。8時8分。まだ時間はある。最後まで攻める。あ、スアレス変えて、どうしようかな、ここ。でも、アセンシオはもう最後まで行こうか。よっしゃ、よっしゃ、行こう。パリ・サンジェルマンとしては、さあ、全員で最後まで攻めるぞ。サンジェさん。どこや、セルジオ・ルート。よいしょ。いいよ、アティングか。ナイス、ナイス、ナイス。でも入れへんかったわ。惜しいな。そうですね、ディフェンダーは完全に結構安泰な時間帯だな。時間の使い方も大事になってきますよね。コーナー、俺に任せろ。よし、元気いっぱい。フォーティング、どうだ、ミドル、惜しい惜しい。最後の最後は攻めている。相手の迷惑も気にせずに帰り見ず、いけ、近辺で、よいしょ、よっ。さあどこに出してくる、わかります、シュート、あかん、え、終わり、なんや、まだ攻めてんねんでコーナーキックやんか今。3対1、いやー、なんかちょっと最後の最後はね不完全燃焼の感じは漂ったけど、まあまあいいや、3対1、いいですね。いやー、どちらが勝つのか最後までわからないような展開でしたからね。なんかジョーゼットのゴールも、パリ・サンジェルマンとしてはこの一瞬、自分たちのサッカーがやっぱりしっかりとできたってことですよね。ね、完全にフリーになって、はい、やっぱセンターバックね、スピード欲しいですね。さあ、そろそろお別れの時間です。ちょっとこんな感じでね、やっぱなんやろ、相手のフォワードとか結構速いやつが多いからついていけないんですよね。ありがとうございました。パリ・サンジェルマンが見事逆転勝利を収めています。積極的に打ったんがね、流れを呼び込んだというか、流れてないね。よし、クルトワ、ティポークルトワ、はい、これがね、まず同点に追いついたシーン。あれ、覚えてないけどな。あ、あれ、同点に追いついたオンゴールで追いついたよな。なんかそのシーンなかったんだけど、飛ばしてしまったかもしれない。結構ね、なんていうやろな、マドリーやばいよな、ジダン解任かみたいな感じになってるけど、もうムードかなりそんな感じやもんな、今今のレアルマドリーの楽しみって、もう来シーズンネイマールが来るんかなみたいなところがね結構楽しみであるな。なんか結構なんか前向きに検討されてる気するんですよね、それ。なんていうやろ、ただな、ブラジル人選手というか、なんか年齢30超えても頑張ってるというか、まあ、頑張ってる選手は数多くおるけど、30でもなんかトップ級
のブラジル人選手ってあんまおれん気するんですよね。なんかなぜか、なんやろ、結構ロナウドとかもね、もう最後キャリアの終盤みたいなのはあんまり良くなかったしね、あとはなんかアドリアーノとかカカーもそうやしね、結構ね30ぐらい迎えてきたらなんか、まあ、ロビーニョとかもなんか20今ぐらいがネイマールにとってはなんか最高の時なんかなっていうイメージがね勝手になんか定着してしまって、はい、ということで、まあ今日はね、3対1、勝利することができました。今日はね、まあこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。